翔くんと一緒にたっぷり楽しむ夏の終わり、マクドナルドのチキンマックナゲット登録商標マークキャンペーンについて考える。今年の夏、平野翔さんとのコラボレーションで大いに盛り上がったマクドナルドのチキンマックナゲット登録商標マークキャンペーンが、いよいよ終わりを迎えようとしています。8月27日までというこの短期間で、数えきれないほどのファンがナゲットを楽しみ、SNS ではその喜びの声が、 マクドナルドのチキンマックナゲット登録商標マークは、多くの人々にとって、手軽でありながらも満足感を得られる一品です。特に、キャンペーン期間中に提供される特別価格は、ファンにとって見逃せない機会となっています。この期間中、多くの人が SNS でシェアし合い、友人や家族と一緒に楽しむ様子が見受けられました。ナゲットは、単なるファーストフードではなく、 私たたちのの日常に少ししし喜びと楽しみをもたらしてくれる存在です平野翔さんは日本のエンターテインメント業界において非常に影響力のある存在として知られています彼の魅力はその外見の美しさや演技力だけでなく内面的な誠実さや真摯さにもあります彼はジャニーズ事務所に所属していた時期を経て幅広いファン層に支持されるアイドル俳優としてのキャリアを築いてきました 平野さんはテレビドラマや映画での主演を通じて、その演技力を世に知らしめました。特に、彼が出演する作品は、若い女性を中心に大きな話題となり、彼の名前が広く知られるきっかけとなりました。彼の演技は、視聴者の心に響く感情表現が特徴で、作品に深い感動をもたらすことが多いです。また、バラエティ番組でのユーモアあふれる姿や自然体な振る舞いも、 彼の多彩さを示していますマクドナルドのこのようなキャンペーンが成功する背景には、消費者の心理を巧みに捉えた戦略があります。特に日本では、期間限定や特別価格という概念が非常に強く響きます。何かが、期間限定であると聞けば、それを逃したくないという心理が働きます。また、お得という言葉も購買意欲を刺激します。これらの要素をうまく組み合わせることで、 マクドナルドは多くの顧客を引きつけ、その結果としてキャンペーンは成功を収めます。しかし、単なる価格の引き下げだけでは、ここまでの成功は得られなかったでしょう。チキンマックナゲット登録商標マークそのものの魅力も忘れてはなりません。外はサクサク、中はジューシーなナゲットは、ソースとの組み合わせによって、さまざまな味わいを楽しむことができます。これが多くの人々に支持される理由の一つです。 また、ナゲットは一人で手軽に食べられるだけでなく、友人や家族とシェアすることができるため、コミュニケーションのツールとしても機能しています。さらに、今回のキャンペーンでは特に SNS を活用したプロモーションが功を奏しました。多くの人が、マクドナルドの投稿を見て、行かなければという気持ちに駆られました。そして、実際に店舗に足を運び、ナゲットを購入した後、 その感想や写真を SNS に投稿することで、キャンペーンの認知度がさらに広がりました。こうした消費者の自発的なプロモーションが、マクドナルドにとって大きな利益をもたらしたのです。ナゲットキャンペーンが終了する前日、SNS 上では多くの投稿が見られ、あと1日というコメントがあふれました。これも、消費者がこのキャンペーンをどれほど楽しんでいたかを物語っています。また、 キャンペーンの終了を惜しむ声も多くありました。これは、単なる商品の販売促進ではなく、消費者との強い絆が築かれていたことを示しています。さらに、平野翔さんはその人柄でも多くの人々に愛されています。インタビューやメディアでの発言からは、彼の謙虚さや努力を惜しまない姿勢が感じられ、これがファンとの強い絆を生んでいます。彼は、ただのアイドルや俳優ではなく、 真に人々を引きつける存在であり、その影響力はエンターテインメントの枠を超えて広がっています。最近では広告やキャンペーンの顔としても活躍しており、特に若い世代に向けたマーケティングにおいて、彼の存在は欠かせないものとなっています。彼が関与するプロモーションは、商品やサービスに対する信頼感を高めるだけでなく、ファンにとっても特別な意味を持つことが多いです。例えば、 今回のマクドナルドのチキンマックナゲット登録商標マークのキャンペーンでは、彼の魅力がキャンペーン全体を引き立て、より多くの人々にその魅力を伝える役割を果たしました。平野翔さんの今後の活躍にも大いに期待が寄せられています。彼が新たなプロジェクトに取り組むたびに、多くのファンがその進展を楽しみにしており、彼の存在が持つ力は今後もますます増していくことでしょう。ナゲットキャンペーンを通じて、 マクドナルドは消費者に対してお得感を提供するだけでなく共通の体験や話題を提供しました。これはファーストフードチェーンとしてのブランド価値を高める一因となっています。また今回のキャンペーンでは平野翔さんとのコラボレーションも大きな話題となりました。彼の存在が特に若い世代の女性に強く訴求しキャンペーンを盛り上げる要因となりました。このようにして マクドナルドはただのファーストフード店にとどまらず、消費者の日常に寄り添い、共に楽しむ存在としての位置を確立しています。そして、今回のキャンペーンが示すように、消費者はただ商品を購入するだけでなく、その背後にあるストーリーや体験を求めているのです。マクドナルドはそれに応える形で、消費者との絆を深め、今後もさらに多くの人々に愛されるブランドであり続けるでしょう。このような成功は、 単にに商品ををを売るるだけでではなななく、くく消費者ととの感情的なつがながりを築くことがいかか重要であるかを教えてくれます。マクドナルドのチキンマックナゲット登録商標マークキャンペーンはその恒例と言えるでしょう。これからも消費者とのつながりを大切にしさらに多くの人々に喜ばれるキャンペーンが展開されることを期待しています。そして私たち消費者もその一環として楽しみながら参加していくことができるでしょう。 また今回のキャンペーンが示すように企業は消費者の感情に訴えるマーケティング戦略を巧みに活用しています。これにより消費者は一時的な満足感や喜びを得ることができますがそれが持続的な幸福感につながるかどうかは疑問が残ります。例えばキャンペーンが終了した後に感じる喪失感や物足りなさは消費者にどのような影響を与えるのでしょうか 短期間で得られる満足感が、その後の生活にどのような余波をもたらすのかについても、さらに考察が必要です。さらに、今回のような限定的なプロモーションの成功は、今後のマーケティングのトレンドにも影響を与えるでしょう。特に、日本の消費者に対しては、こうした、今だけ限定という言葉が非常に強い引力を持っています。この心理的な現象は、日本文化特有のものかもしれませんが、 それれをうままくく活用したキャンンペーンが増えていくことは予想されますその一方で、このような一時的なキャンペーンがもたらす影響についても慎重に考えるべきです。例えば、食生活における健康への影響や、持続可能な消費という観点から見ると、短期間のプロモーションに頼ることが必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。消費者としては、単に目先の楽しさやお得感に惑わされるのではなく、 長期的な視点での選択を心がけることが重要です。このように、今回のチキンマックナゲット登録商標マークキャンペーンは、単なる一企業のプロモーションにとどまらず、私たちが日常的にどのように選択をし、その選択がどのような影響を及ぼすのかを考える良い機会となりました。今後も、私たちが何を選び、どのように消費するのかについて、より深く考えていくことが求められるでしょう。さて、 この記事の最後に、今回のキャンペーンが私たちにもたらした楽しさや感動についても触れておきたいと思います。多くの人々が SNS で共有したように、チキンマックナゲット登録商標マークを楽しむことで、平野翔さんとのつながりを感じることができたという体験は、何者にも代えがたいものだったでしょう。また、このようなポジティブな経験が、私たちの日常に少しでも明るさや喜びをもたらしたことは、 確かに大きな価値があると言えます今後も私たちは日常の中でこうした小さな喜びを見つけ楽しむことができるでしょう。しかし同時にその背後にある選択や影響についても意識を持ち続けることが重要です。今回のキャンペーンが終わっても私たちの生活は続いていきます。その中で私たちがどのように消費し何を大切にしていくのかを再考する良い機会と捉え より豊かな生活を目指していきましょうまたこの記事を通じて今回のキャンペーンが私たちにもたらした意味やその背後にある消費者行動について少しでも深く考えるきっかけとなれば幸いです。これからも私たちが選択するすべてのことに対して意識的であり続けることが大切です。それが私たちの日常をより豊かにし満足感のある生活を築くための一歩となるのではないでしょうか。